NHK の国際放送です。4時の NHK ニュースです。去年3月の地震で被災した長野県栄村の今後5年間の復興の方向性を定めた復興計画が正式に決まりました。栄村では去年3月に起きた震度6強の地震でおよそ700棟の住宅が壊れ、避難生活によるストレスなどで3人が亡くなるなど大きな被害を受けました。復興計画の基本方針として、暮らしの拠点、集落の復興再生と農業を軸に資源を生かした新たな産業振興、災害に強い道路ネットワーク作りの3つを挙げ、その実現に向けて若者向けの住宅や子育てしやすい環境の整備、農業をはじめとした産業振興、それに災害で集落が孤立しないよう道路網の整備などを進めることにしています。島田茂樹村長は、住民とともにスピード感を持って復興に取り組み、中山間地域における復興のモデルになることを目指したいと復興に向けた意気込みを語りました。おとといの15日、名古屋市の東山動物園で飼育しているムコ殿という名前のオスのニホンザルが逃げ出しました。